けどさ、私はもう村へは帰れません。一緒にどこへでも連れてってください。俺を憎んでいたのではないのか。憎んでいました。でも今では私は、今あなたから見捨てられたらどうすればいいの。時は慶長5年、戦乱の関ヶ原からこの大きなロマンの幕は開く。構想1年、制作費1億、東方の総力を結集した勇壮カレー、全ての人々に強い感動を叩き込むイーストマンカラーによる総天然食時代巨編。出演者は作は吉川英治、制作滝村和夫、監督は巨匠稲垣博士。私を娘に返してしまった。だけどさん、私と一緒になって。だけどさん、お父さん、どこへ行く、武蔵。そして一筋の五条に生きるお通は、竹蔵さん、会うべき人は会わず、茨の花の実がそれぞれの人の袖に絡んで。竹蔵さん、そして宿命の仇敵となった巌流佐々木小次郎を途上して武蔵をめぐる糸は乱れてゆく。離れたくはない。愛憎の糸を織りなす多彩の出演者は、ちょうどこの刀、本阿弥光悦殿に研いでもらったばかり。よく切れるぞ。お主が先か。お主か。傾城一匹抱くこともできないで、強い武士とは申せません。私の体を抱いてごらんなさいませ。お前が死ぬほど慕う男が武蔵なら、俺にも男の意地がある。武蔵の剣線にぶつかった
第一の巨眼、それは鎖釜の名人菱戸梅賢と荒野に展開する暁の決闘、そして平安の名門吉岡伝七郎と三十三間堂における雪の夜の決闘。吉川英治原作後、前編に引き続き巨匠稲垣博が東宝の全機能を挙げ、ここに勇魂華麗な大絵巻を繰り広げていく。ね、私と一緒に逃げて、あんたこのまま行ったら殺されずに決まってる。行っちゃいやだ、行かないで。武蔵に対する吉岡一門の祝宴はついに憎悪となって、必要な第三次の果たし合いを挑んだ。武蔵の知らぬ世界の人本阿弥光悦を知り、京成吉野太夫を知った武蔵の胸中はいよいよ膨らみを増して、一乗寺へ、一乗寺下がり松へ。宮本武蔵の生涯を通じて最大の決闘ともいえよう宿命の敵佐々木小次郎との対決、それは巌流島の決闘である。栄達も恋も勇魂な武蔵の剣の前には虚しく消え去ってゆく。しかし誰か知る武蔵の心を、ここに宮本武蔵完結編決闘巌流島を送る。出演者は佐々木小次郎に鶴田浩二、お通に八千草香る、明美に岡田真理子、おみつに相模智子、それを助けて志村隆、佐々木孝丸、高堂国天、田中春夫、加藤大輔、千秋実、そして苦悩する県政宮本武蔵に三船敏郎。さ、それを持ち、あの人が欲しかったら自分の身を守るんだ。そんな恐ろしいこと、行くよ。宝天河原の草原に展開する信氏の襲撃、渦巻く炎の中に迎えうる武蔵、強烈な迫力は全編を包み、ロマンの花は絢爛と咲き誇る。武蔵様、刀を捨ててください。明日の試合もやめて。卑怯者と人から言われても、私は二人だけの幸せが欲しい。お父さん、今となってはそれもできない。嫌です、私はもう離れたくありません。嫌です。なぜそんなわからぬことを言うのだ。おつは女です。あなたがただの男でないと私は恨めしい。吉川英治の原作を得て、撮影山田和夫、美術伊藤喜作、照明西川鶴蔵、録音宮崎正信、音楽段井熊の協力スタッフのもとに、巨匠稲垣博が会長に描く蒼天念書。小次郎の恩が開ければ細川家などに縁はなくなる。万一滅亡の場合はこの世の中から姿を消す。いずれにしてもそなたの心の中に俺という人間が終生忘れられぬように。暁の巌流島に対決する武蔵と小次郎、ギラギラと輝く波彩に死の決闘が続いて。